真由美さんはまだいつも江川さんが出るんだけど、うん、僕も対戦してないです。真由美さんは真剣に投げてもらった方なんですよ。え、江川さんに真剣に投げてもらった方なんですよ。あ、そう、僕は手を抜いて投げられた方なんですよ。どっちかというとピュッピュッと。せーの、本日のよろっこ。コロナに負けないプレイボールよろっこ。で、この間も言いましたけど、いや、それは手を抜いてるんじゃなくて、抑える技術があるから。吉彦君の場合は、こう投げたら抑えられるというわけですよ。だから、思い切った球って何球しか見てないんですよ。俺ね、みんながコーチで言うわけよ。俺らの球って、お前、ベルトの付近がボールになるんやから、とにかく上をつけて、下につけて、ヘルメットこう深くかかる。来たと思って、うちに行ったらこれにいるんだからさ、はいはいはい、あかんあかん、それ俺さ、開き直ってさ、一回ね、この辺に来るやろ、この時来へんからな、この辺に来るやろ、初めからさ、この辺待ってたんで、下に行ってたけど、絶対高く、あ、ここで行ってたら、できるよ、初めから高め狙ってた。でもそうかもしれないですよね。なるほど、ね、下見てるとこう上がってくるけどさ、初めから上から見てるとね、そうでもないの。そうでしょうね。やっぱり早かったですか？早いっていうんじゃなくて、本当に伸びてた。ブーンってきましたもんね。距離と俺、はい、藤川球児と対戦してないけど、はい、藤川球児の球よりも伸びてたんじゃないかなと思う。なるほどですね。あれ、100球以上投げるんだからね。はいはい、はい、もう。そうですよね。球児はさ、もう30球ぐらい投げないから、はい、あえて30球ぐらい投げさせたらね、はい、俺が本当にとんでもない球を振ったんちゃうから。そうですね。ああ、そうですね。抑えだったりとか。いや、本当だよ。ボールって絶対に伸びることはないんですよね。まあ、そうでも伸びてる、見える。テレビでもそうですよ。見えてますもんね。伸びてたんじゃないの。面白いですよね。うん、そうですね。ブワーってね。ブワーって。ウヤンって投げますけどね。うん、でかい体して、でかいケツしてね。はい、マジで。そうそう。山本さんがさ、俺まだ阪神元気の時に、ちょうどあの亀山と新庄がね、うん、あの工事で来たよって、あの山本さんがさ、バッティング練習をさ、俺のところに来てたのに来て、俺前に最近の若い子に言うこと聞かんなって言うわけ、俺に言ってくるわけよ。さ、言っても分かんみたいな顔して、この俺の言うこと聞いてくれへんねんけどなって言ってそう、山本さんが言うわけよ。山本さん、それ違いますよ、言われてもできないだけですよ、あいつら真面目やからね、一生懸命やろうと思ってるんですけど、できないだけですよ。そうかあの、僕教えた後やからね。あ、新庄、僕がその時にほら、新庄が1年目僕阪神行ってますから、亀山と、うん、だから山内さんその後来て、僕山内さんを教わってホームラン増えたじゃないですか。で、それを多分山内さんが言ってるはずなんですよ。僕はあの時3割も3回打った後ですからね、うん、ある程度バッティングはできてから行ってるんで、うん、で、亀山と新庄は用意ドンじゃないですか、うん、多分ね、こんがらったんですよ。たまに僕でも、え、この人何言ってるか分かんない。いや、小泉さん、もう本当に押し始めたら終わらないんですよ。あ、乾杯にしてるんですよね。そうそう、はい、だから結構長い間ずっと言ってくれるんだけど、はい、何していいかなって言ってたからそうそう、聞かないっていうの、はい、いや、真面目なら聞きますってって言うんだけど、うん、でも本当ね、やってて、いいか、ファーストミットのところと左4、こうやってね、マシーンってボールをこう取れるとか、そう、この肩がボール動くように、あ、迎えに行くように、ちゃんとこう捕まえて、こう開かないように、うん、で、こうやってするといや、高めでも低めでもこう動いてくれるか、こうやってずっとさせられましたよ、ミットでこうやっていろんなことさせられましたよ。右でも左でも打てるようになったよな。いや、その前に打ってましたよ。これもさ、2年目ぐらいだったかな、2年目ぐらいスイッチ、スイッチ来たろう思ってさ、はい、だから俺それその頃やったら俺の方が早い、はい、本当にさ、それもコーチに何も言わないでな、しくちゃんの横にちょっとした小屋があって、その中にマシンがあって、はい、そのマシン自分で入れて、はい、左でザッと打ってた。そしたらさ、当たるんだよさ、ここ水割れになってさなるなる、大ごとしますよ。そう、これね、練習に行ってグローブはめてさ、ロクナも埋めてると痛いんだよ。はいはいはい、してたら、どうしたんだって言ったら、こうで、褒められると思ったからさ、ね、こうでね、スイッチで左で打てないかなと思って練習してるんですけど、はい、バカ、右で打てないのに左で打てるか、やめやめって言われて、それで俺やめたんだ。あ、スイッチなのかと思ってたら。なるほど。でも、器用だからダメだよね、逆に。右で打てそうな感じがあるでしょ。僕も右も
ボロボロの状態だったんですからね。それで練習で行って右ちょっとできて、でスイッチ変えた、小林さんに言われたから、だから監督に言われたからさ、で打ってたらさ、ここ真っ青になるんですよ、本当に痛い。スポンジ貼ってたって言ってましたよね。落ちないです、落ちないです、流しのスポンジをこう当ててテープで、テープ巻いて打ってました。じゃなかったら打てないですよ、だってこの辺当たるんですから、ゴーンって相手には金属があったらなと思って、金属にしてるんですよ、痛いです。だいたいやる人って決まってくるんだけど、センスがある人がやったらダメなんです。木下富美男さんもやってるんです、僕の前に。 そう、うん、あの人もスイッチやってるけど諦めてるんです、うん、僕の場合は監督に言われて、もういや、やっぱね、吉田だって右でも打てるような感じやった。右で一応打ちましたからね。吉田さんが右でも打まあ趣味の人ですからね。大変な趣味ですから。そうですね、大変な趣味だだから、なんかな、でも、やっぱ監督やってくれたから、もうずっとその諦めてきたんですよね。ああ、いろんなね、やっぱりそのスイッチヒッターを育てるっていう経験のある人じゃないとね、運なとこあると思うよ、うん。俺だから、歯磨いたりとか、飯食うのもやっぱちょっと左やったりとかしてた。そんなことしないと、やっぱダメだっていうね、柴田さんがなんかノーブしてたっていうか。柴田さんは箸で豆をこう、したんですよ。僕はしたことないんです。左でこう、やろうと思ったことない。で、僕はいつも笑い話で言うのに、柴田さんはそこで失敗したんですよ。箸はバットより軽いからだから、まあ、うどんさんをつけずにね、こうするのに多分したんでしょうけど、僕はもう左を使おうって感じしなかった。もうないしろ左で振ろうと思って、ずーっと振ってたら、ある日突然、こうやってさ、ちょっと待って、右はこうやろ、こう筋肉使うな、左こうやって筋肉使ったら、こう、ある日突然ポンって入れ替わった。なんか使えるんだ。だから左を使おうとかで、それができるようになって切り替わった時に普通に箸左手で持ってます。ああ、そう。俺さ、よく考えたらね、1年目の後半にさ、後半とか中頃か6月にさ、花火デッドボールだってさ、アメリカに行くのよ。ああ、でもこうやって見てると怖いのよ。ああ、だから俺左で打とうと思ったの。ああ、こうやって見てると怖いのよ。これはあかんと思って、左でと思ったら左でこれ発想がね、発想がそっから来たらダメですね。でスイッチした方が難しいんですよ、全部入ってくるボールが。そうやろ、だから調子が悪くなると抜けれないやろ。うん、そうです、ね、右対右の方が、左対左の方が調子が悪いのは抜けやすいです。いつも言われますね、スイッチは全部入ってくるんで、入れたらあかんの、前でこうさばいていかなあかんので、もうそれをだからすっごい難しいですよ、逆に。だからスイッチヒッターってのは特殊な打ち方になるんですね。怖くない代わりに特殊でも怖いピッチャーいましたよ、右でも。小林さんとか小林さん引っかかるじゃないですか、こう投げてパーッたらこっちへパーッくるじゃないですか。小林茂さんですか、うん、怖かったね。真由美さん苦手な投手って言いましたか。なんか怖いのは知らないよな。考えても逆かもしれないですよ、みんなね、はいはい、どうしても振ろうとするから。真由美さんは大体そうやって教えた。明日もまた見てください、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。